はいいみんな英語の授業を始めるぞーお願いします今日は特別にネイティブのダニエル先生に来ていただいた。Hello everyone. え、すごいいめっちゃごついけど今回はダニエル先生の言った英文を聞き取って次の人に伝えていく英会話伝言ゲームをしたいと思う。なるほどまずはジェルからだ。全員耳閉じろー。はーいよし、聞き取るぞー。カモ Is it okay to use it? んもう一回、もう一回すかすいません。Is it okay to use it?Is it okay to use もう一回すか ?Is it okay to use it?Is it okay to use <laughs> ちょ待ってもう一回ですかいじっておけと言うじ。いじっておけと言うじ。いじっておけつジ。言うじ。えつうん、もう一回ですかいじっておけつ言 <laughs> うじ。っておやばい、いじっておけつ言うじんしか聞こえないけどこれ。これ合ってんのかなまあいいか。オッケース、オーケース。はい、じゃあ、とうに伝言はい、かも。ちゃんと聞きとったたぶん、いくよ。いじっておけつ言<は>うじ。はもう一回いくよ。いじっておけつ言うじ。いじっておけつ言うじ。 何でイジっておケツユージって回言ってオケツユージあ、イズイットかないじってじゃないでゃん。たぶんそれイズイット。ってだよ。ってオケツユージおケツがわかんないんだよね。イズイットオケツ。おケツってなんだよお前。オケツだったんだって。イジっておケツユージイズイットオケツ。オケツからわかんない。オケツユージおけ なんだよ、おけつゆうじって。はい、もうダメだ、答え言うぞ。お願いします。Is it okay to use it? 全然違いじゃないか。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。動画のほかにも裏話を話す生放送をしてるので、ぜひ来てくれよな。詳しくは Twitter をチェック。